到着しました笑い声でバレんでちょっとでも天気が悪いみたいなので、では町に行きます。ちょっと天気がね、よろしくないからね。まあでももう予測できてたもん。だってわかるやん、大阪でもそうやったから。一気に寒くなったけど、え？何？ってなったもん。雨やったで、大阪最悪や。すごすぎ。すごい。インド。インドにもう着きました。石垣のインドに。石垣のインドに着きました。いや、それが結構いい感じ。パインの酵素ジュース飲んでます。いただきます。はい、どうぞ。美味しそう。オートミルクッキー。へえ、どっちやろこれ。チョコチップや。それはレーズンなんだけど、多分それは。まずはじゃあいただきます。跳ねて、跳ねた今首の下にすごい跳ねてる。テンペ手に入るんや、石垣で。テンペ普通に売ってるよ、あの自然食品のとこやんな。氷通りは何なの？氷通りは八重山かな。あ、そっか。ありがとう。いただきます。すごい変わった香りする。ほんまや、ライチみたいな。フルーティーやな、うん、美味しい。うん、美味しい、うん、よかった、持ってきて。すごい美味しそう。ただの野菜サラダです。それが最高。え、何もつけてない？塩だけ？オリーブオイル？何もつけてないです。おお。ここに一応ドレッシングがあるから。手作りやんの、もちろん、うん、それ何味？味でもないどういうことや。ただのドレッシング。めっちゃ暗い影になってる何ドレッシングやろ。スパイスドレッシング。アナンダドレッシング。アナンダドレッシングをかけます。いただきます。美味しそう。マスタードシード。あ、マスタードシードか。うん、おいしい。おいしい。え、ご飯粒はあんまり食べへん人、最近は。ご飯も食べるよ。あ、ご飯あるよ。あ、でもとりあえずこれでいっぱいになりそう。いい子、普通に食べて。うん。え、ご飯普通に食べて。あの、ご飯は、うん、炊飯器に常に入ってるから。あ、細麺まん？うんうん。え、いいの？常に食べて。やった、ありがとう。うん、細玄米と合うかもこれな。テンペいただきます。暗見えた。え、でもなんとか映ってんね暗。うん、おいしい。ただのテンペです。美味しいわ幸せやわ。ありがとう、いっぱい作ってくれて。なんか言ってんねんな。あ、そうやな、ね、エミちゃん、私のほんまは大食いって知ってるもんな。はじめ怒ってたらしいもんな。その話何回も聞いたわ。怒ってた？あの、せっかくさ、誰やったっけ、ジュリアナか誰かが帰るからアレックスたちがいっぱい作ってくれたのに、ジェノベーゼ、うんうん、なんで 2個もなんかフレンチトーストを私食べに行ってて、この人遅れてくるし、しかもえって思ってたけど、全部平らげてたから、なるほど
びっくりするわ。足りへんから食べてたっていう。もうマインドやね。でもそんなもん、マインド、マインド足りないわけないもんね。なあ、だからちょっと危険よな。去年の夏より2キロまだ太ったままやわ。やっと最近ちょっとやってたかな。まあでもダンスとかめっちゃ踊ってての2キロやから、そうじゃなかったらもっと太ってると思う。そうだね、めっちゃ食べてるもん。最近大阪でもみんな分かってきたのが、こんなに食べる人見たことないって言われるし、家でも実家に行ったらさ、フードファイター並みにすごい量だもん。私食べごととか出てくるから食べされてる。でも食べなくてもいけるんでしょ別に。そう、でも目の前にあると、しかも作ってくれたっていうので余計食べちゃうね。うーん、でも人が作ってくれるのは美味しいよね。美味しいもん、めっちゃ美味しい、うん、これも。いや全然違う。ソース玄米いただきます。私は低くなります。低くなるんや。これは、この机は、これは私が作った。えぇ、このこれ板はね、マジで。ほら、すごくなくて、にゃー、私って思ってないかな、思ってるかな、思ってるっすよ猫ってわからん、なんだこいつみたいな私よく動物にそう思われんねん犬とかもさ、おったら、私がチャクラダンスのレッスンやってたら、端の端に逃げてたもんもうこいつ誰みたいな。で、瞑想になったら私のところに全員寄ってくるねん。すごくない？ほんまにすごいと思った。ダンスになると、こいつうざみたいな、めっちゃそんな態度初めてって言ってたもん、飼い主の人。やばい。で、瞑想になったら全員ここに来んで、すごいな。すごいよな、うん、い、もうまさに波動じゃない、うん、だって慈悲慈愛の瞑想でみんな寄ってきたもん。へー、あの木も、あのドアも作ったん？あのドアは作ってもらった。まあ、かわいい。私はアシスタントはしたけど。かわいい。作れんの？え、じゃあ普通のドアやったんや、ほんまは。いや、そこはドアなかって。ドアのないシャワールーム。そう、さすが石垣やなそうだね、めっちゃ石垣って感じの、へぇ、そう。にゃー、にゃー、ほら見てるやん。にゃー、やだね、怖いね。ちゃんほら、でも二人寄ってきたよ、見てよ、怖いね。ほらでも現に寄ってきてるやん、間違えたんじゃん。びっくりしちゃったね。びっくりしちゃったね、じゃんちゃん。効果感この人いますからね。なんで、なんで今。効果感いますからね。クソみたいな。まだおんのかよ。1週間お世話になりますからね。大丈夫かしら。お世話になります。トレーナーも一番持ってきたから。え、寒っ。え、というか夜こんなん一人でできる？え、こういうこと一人で全然できるよ。マジで？すごい、みちゃん。ちょっとこれ持っててくれる？モヒートを作ります。プレミントも取ろう。え、ミントの種類違うの？うん、これスペアミント、スペアミントで、ペパーミントか、うん、ペパーミントで、これアップルミント。いやー、ミント大好き。いつもミントを買って入れてたお酒に。ごめん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 。誰？あ、開けてきた。開けてきた。ごめん。ごめんごめん。ごめんごめんごめん。ごめんごめんごめん。こっち来て。テキーラと。テキーラか。パイン酵素と。うん。炭酸水で。積み立てミントでモヒート作ってもらいました。じゃあ猫ちゃんが逃げちゃいました。猫ちゃんが逃げちゃいました。猫ちゃん、シャンティとソリティ逃げちゃった。私のせいです。美味しい積み立てミント。